今日は目を動かしていきます。今日のエクササイズは目を閉じてやります。椅子に座ってもいいし、横に寝っ転がってやってもいいです。そしてイメージだけでもいいですのでね、目を閉じて音声だけ聞きながらイメージの中で行うのもいいと思います。で、目からはね、膨大な情報を毎日得ていて、それ目から得た情報でこの周りのことを認識するっていう意味でね、たくさんの情報を私たちは目から得ています。で、目の動きにはたくさんの筋肉がやっぱり関連してきているんですけれども、今日はね、その周りの筋肉じゃなく目に特化してこうエクササイズしていくので、レッスン後に視野が広がるとかクリアに見える、それからパッと目を開けた時に、ね、明るく見えたり、明るく見えることで気持ちも明るくなってきたりですとか、脳に近い神経でもありますのでね、それぞれ個人によっていろんな効果があると思います。ゆっくり味わってみてくださいね。そして目を閉じてやるということで、集中してこの目の中の動きをしていきます。それどうやってやるんですかっていうと、目を閉じて私の言葉で、イメージをしていってもらいます。で、イメージをしながらリラックスして、一番大事なのはリラックスすることなので、一番最初にねエクササイズ始まったらリラックスする動きから始めていきます。顎も肩も楽に、体を快適に、動きは小さい動きでいいです。ゆっくりリラックスして、で、ちょっと疲れたなと思ったらたびたび休憩を挟みながらやってください。休憩も大事ですのでね。では早速始めましょう。そしてイメージはね、この水平線もしくは地平線の上にボールがあるというイメージをやってください。色や形、形は丸ですね。色とか大きさは自分の好きなようにイメージしていいです。そしてね、このボールをイメージの中で動かしていきますよ。では、まず目を閉じて、そしてこのボールが右側にゆっくり、それから真ん中に戻って、左側にゆらーりと揺れる。そして元に戻って、また右側。そういうのを何度か繰り返してイメージしてみてください。力を抜いていくことから始めます。まず立ってください。立ち上がって軽く目を閉じて。足の裏を感じてみてください。この床にどれぐらいの面積がついていますか？はい、それではね、目を開けて、今見えるこの世界を感じてみてください。どのぐらいの広さが見えますか？どのぐらいの明るさで見えるでしょうか？はい、それではゆっくり肩越しに後ろを振り返ってみましょう。筋肉が引っ張られるようなストレッチじゃないのでね、楽に振り返るところまで何回か振り返ってみてください。どの辺まで振り返れるか目印をつけておくといいですよ。はい、それでは少し歩きましょう。はい、では椅子に座るか横に寝転がってください。目は閉じて、
呼吸をゆっくり吸って吐いて、吸って吐いて、この呼吸を続けながらだんだんと体重を地面に預けていきましょう。顔の力も抜いて、目の力も抜いて、顎は奥歯を噛みしめたりしていませんか？ゆったりと呼吸を続けます。背中や肩、お腹も楽に、足、腰、ふくらはぎの筋肉も抜いていきましょう。座っている場合には手はももの上にただ置いているだけ。寝転がっている時は体を床に置いているだけ。リラックスしていきます。エクササイズの途中でたびたび休憩を入れてきます。それ以外にもね、ご自身でちょっと疲れたなとか思ったら、いつでも休んでください。ではね、先ほどの地平線、水平線の上にボールがあるイメージをしていきましょう。でこれからボールを動かしていきますが、途中で見えなくなったりする箇所があったり、ボールが飛んでちょっと飛ぶ箇所があるなと思ったら、そこはとりわけゆっくりね動かしていってみてください。それではそのボールを右に転がしていきます。右に転がって、真ん中に戻って。右に転がって、真ん中に戻る。自分のペースで何度か繰り返してやってみてください。はい、ではね、真ん中に戻ってきたら、今度は左側に転がっていきます。左側に転がって、また真ん中に戻って、何度か繰り返します。はい、ではね、今度真ん中に戻ってきたら、今度は今の右、左を続けてやってみましょう。ボールが右にコロコロっと転がって真ん中に戻って、そのまま左に転がって、そして真ん中に何度か行ったり来たりしますよ。では閉じたままゆっくり気持ちいいスピードで自分のペースでイメージしてください。何回かやったら少しお休みしましょう。お休みしながら聞いてくださいね。では次はね、左目はお休みして、右の目だけ動かすというイメージでやっていきます。いいですか？それでは目を閉じたまま、左目はお休み。そして右の目だけがボールを右に転がるのを追いかけていきます。右に転がって、真ん中に戻って。右に転がって、真ん中に転がる。何度か繰り返します。そんなに遠くまでね、力を入れてみなくていいですよ。楽に転がせるところまで。楽にっていうのが大事です。
そしてね、あの奥歯を食いしばったりしてませんか。顔の力が抜いてね、肩も抜いて、ほっぺたも緩めて。はい、では真ん中に戻って、次はまた同じく右の目だけ使っていきます。左の目はお休み。今度は左側に転がっていきます。ボールが左側に転がって、また真ん中に戻るというのを何度か繰り返してください。左に転がって、真ん中に戻る。肩に力入ってないですか？ほっぺたも緩めてね。はい、それでは今の右と左の動きを組み合わせていきます。右側の目だけでボールが右に行ったり左に行ったりするのを追いかけます。何回か繰り返していきます。呼吸は止まってないですか？腰に力も入ってないですか？お腹もリラックス。はい、では止まって少しお休みします。お休みしながら聞いてください。そしたら次は左目を動かしていきます。今度は右目はお休みです。今目を閉じている状態で右目と左目は何か違いを感じますか？はい、では左目動かしていきましょう。まずはね、左目は左側から動きますよ。ボールが左側に転がって戻る。で、一息入れてまた左側に転がって真ん中に戻るという動きを繰り返します。はい、何度か繰り返したら今度は左目だけで追いかけますよ。また右側にボールが転がっていきます。右目はお休み、左目でボールが右側に行くのを追っていきます。はい、では今度真ん中に来たら左右に今の動きを連続してやっていきましょう。左側の目だけでボールが右に転がったり左に転がったりするのを追いかけます。ゆっくり自分のペースで、ボールの動きは一つずつ丁寧に追っていってくださいね。で、途切れたりとかちょっとなんかコマが飛ぶようなところがあったらそこはまたゆっくり、もっとゆっくりやってください。何回か繰り返してやります。はい、そうしたら今度真ん中に来たら止まって少しお休みしましょう。このお休みしている間に情報が脳の中で再構築されていきます。なのでね、あのお休みしている間全然無駄な時間じゃないのでゆっくりリラックスして呼吸を続けていってください。リラックスすればするほど効果が高くなりますよ。はい、ではまた目を閉じたまま、今度は両目で右と左、ボールが動くのをゆっくり追っていきましょう。最初にやったのと少し違いがありますか？もう少し遠くまでボールが行ったりできますか？でもそんなに無理に遠くにしなくていいですよ。ゆっくり気持ちいい範囲で感じてみてください。
そして時々休憩はね、挟んでくださいね。ではね、次の動きは、今度は真ん中にあるボールが遠くに向こうの方まで小さくなっていきます。それを両目で追いますよ。もう見えなくなるかなというところまで来たら、今度はだんだん近くに寄ってきます。近くに寄ってきて、顔の前まで。そして顔の真ん前まで来たら、また遠くの方に転がっていきます。近くに来たり、遠くに行ったり、これを繰り返します。自分のペースでね、何回か繰り返します。途中で途切れたりするところはないですか？ボールの動きは丁寧にね、ゆっくりイメージして追いかけていってください。はい、では少し休憩を挟みましょう。ボールはひとまず一旦停止して、ゆっくりお休みしてください。はい、では次の動きやっていきます。ではね、今度は止まったボールが、遠くの方に行って、右側に動いていきます。そしてこの右側からずっと遠くからだんだんと右の端っこを通って右のほっぺたの前まで。近寄ってきます。そして近寄ってきてまたくっつく手前まで来たらまたどん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 遠くに戻っていきます。右側を通って近くに来たり遠くに行ったり。これを何回か繰り返していきましょう。ゆっくり自分のペースで行ってください。どこか途切れるところがあったりね。見えなくなるところがあったら丁寧に追っていきます。はい、ではね、次遠くまで行ったら、今度はそのボールが左側にコロコロコロと転がっていって、今度左側を通って左のほっぺのすぐ近くまでやってきます。そしてほっぺにくっつきそうになったら、また遠くまで戻っていく。左側を通ってゆっくり行ったり来たりするのを何度か繰り返してください。そしてこれもね、また途中で切れるところがあったらもっとゆっくりこう瞬間瞬間コマコマを折っていくようなイメージで大きくなったり遠くに向こうに行ったりまた近くに戻ってきたり。呼吸は止まっていませんか？顎もリラックス、奥歯噛み締めてないですか？口は少し開けるぐらいでもいいですよ。
そして何回か繰り返して、また遠くに戻ったら、真ん中に戻って、また一旦休憩しましょう。目の感じはどうですか？右目と左目、どちらがやりやすかったですか？右側と左側、違いはありましたか？肩や背中の力も抜きましょう。おでこやほっぺの力も抜きます。はい、それではね、また最初の動きをやってみましょう。最初の動き覚えていますか？ボールが右に左にゆらゆら揺れるのを目で追っていきます。何回か繰り返してください。最初の時よりもやりやすくなりましたか？何回かやったら、このまた休憩しましょう。頑張らなくていいですからね。頑張ったらダメというのが、このエクササイズの特徴です。気持ちよくリラックスして、頑張らない。今、目はどんな感じですか？顔はどうですか？変化がありましたか？では、ゆっくり目を開けて、開けた感じはどうですか？何か変わりましたか？そしたらね、今度はまたご自分のペースで立ち上がりましょう。立ち上がって、足の裏の感じはどうでしょう？視界はどうですか？明るさはどうですか？では肩越しにまたゆっくり後ろを振り返ります。何回か振り返ります。右に左に。はい、そして少し周りを歩きましょう。では今日のエクササイズはここでおしまいです。どんな変化があったか、味わってみてください。じゃあねー、またねー。